見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。
少し我慢して。傷口はあと。Hey!
に一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。こいつと一緒にトワリ。でも昨日帰ってくる。ああ、いつかは。最初にあんたたち今回の任務は衛星とはまた違ってて、後片付け。うん、幸い。あ、覚えてるぞ。そうそう、ああいった準備を怠昼ちゃだから。あいつらがもしかしたら。ああそうだ、今回の勝利を。やったー鹿狩りで待ってて。